あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで早速ね、あ、これこれ2階作ったんですよ。2階、この2階がまあ作業部屋で、1階がお食事どころ。お食事どころ、食べるスペースはないけん、まあ普通にキッチン、食事を作るところって感じかな。へいへい、え、ちげえ。お、それは本当ですか？なんということでしょう。何が？え、何が？なんか酔ったっけ？え、なんですって？まだ何も言っていないですって？あ、そういうことね、びっくりした。おお、私としたことが、失礼いたしました。念願の病室ができて、興奮してしまって。それはそうと、アイナ様。病室ができたところで、一つお願いがあるのです。早速完成した病室に患者様を連れてきていただけないでしょうか。患者様ってそんなポンポン見つかるもんなんかな。実は以前、ここから西に行った場所で、病にかかった方を見た気がするのです。なんでその人のことは放ってきた。アイナ様、あなたなら患者様を担いでここまで運べるはずです。なるほど。担げなかったから見捨てたと。コンパスを頼りに患者様を探し、病室のベッドに運んで寝かせてあげてください。コンパスに目的地が表示された。うお、すげえな。なんだ、すごい勢いで鼻の手入れをしてるんだろうか。あっちの方、ん？この沼を渡っていけと、そういうことだろうか。ということは、なんか陸伝いで行けるような感じもしない。ってことは、一旦寝ておこう。向こうにたどり着くまでになんか、あ、ほらほら、もうすでに日が暮れてきた。よし。沼を渡っていく。でもこのまま渡ってったらめっちゃ体力減っていくし、とりあえず土を置いて進んでいけばいいということかな。置けます？これで、うん、あ、これでこのまま進んでいけばいいかな。お、いけるいける。ああああ、めっちゃ普通に落ちたけど、よし。進んでいくべ。あっち側にもモンスターがいる。なんだなんだ？カタツムリっぽい感じの。向こうに渡ってって、ん？なんかこう建物みたいなのある？ほら、なんか焚き火が燃えよるよね。あっこかな？違う？そんな都合よくどこかしら守られてるようなとこにはおらんかな。もう大丈夫だった。よし。スライムはどこにでもいるんだな。あ、うー、畜生。ここか、やっぱり。ほら、なんか誰か倒れとる。誰だあんた。ずいぶん田舎くせえ顔だな。なんだと？死にかけてるくせにずいぶん生意気なことを言うじゃないか。放ってくよ。俺はノリン。どうせもうすぐ死ぬ身だ。放っておいてくれ。おう、やさぐれてんな。なんだって？この近くに休める場所がある？ここも十分なんか休んでる気するけど、よくモンスターに襲われてないね。俺はもう歩けねえ。悪いがあんた、俺のこと担げるか？マジで？お、担ぐの？すげえ。あ、なに？下ろした。下ろした。え、すげえ。見てこれ。片手。私、片手で男の人担いでるわ。超怪力じゃん。大丈夫？これ、いける？は。危ない。患者を担いで、ここでドボンって落ちるんやろ？お、大丈夫、いける。まっすぐいける。ちょっとヨタヨタしとるような気がするけど。お、たどり着いた。よかったー。ねえ、患者様を毒の沼に落とすっていう、もう、殺人的な行為をするかと思ったよ。ん？クリアになってないな。寝かせるんかな？お、寝かせる。薬草を。あ、クリアになっとる。
走っては来ないのかい。お、めっちゃ作りよる。なんか、おー、アイナ様、患者様を連れてきてくださったのですね。患者を連れてきた時こそ走って来いよ。患者様のあのお顔、どうやら全身の体力が失われるこの地のフード病のようです。いつ見たんだ顔を。ここには体力を徐々に失って命を落とす病や、激しい咳で呼吸ができずに死に至る病、体内を蝕まれ全身が朽ち果てる病など、ありとあらゆる病が蔓延しています。さあアイナ様、私と共にまずはあの患者様をお救いしましょう。クエストコンプリート、しっかりした草5本。薬草持ってったらいいんかな。あ、でもなんか、いや全然、まずはって、まずはなんか料理作ってるけど。アイナ様、リムルダールに病苦をもたらしているのはこの地を支配するヘルコンドルだとされています。お、ゴーレムの次はヘルコンドル。空の闇を晴らし、この地の毒を浄化するにはその空飛ぶ怪鳥を倒さねばならないでしょう。そもそもリムルダールに病が広がったのはこの地の雨が原因とも言われ、元を正せば。雨めっちゃ降りよるけど、屋根のある町の方がいいかな。まあそりゃそうか。え、何ですって。元を正す前に患者を何とかしようですって。おお、私としたことが、魔物への怒りでつい興奮してしまって。ではアイナ様、早速お連れいただいた患者様の治療に当たりましょう。患者様を見るところ、まだ症状は軽く、体力さえ戻れば解放に向かうと思うのです。薬草を先日飲ませればきっと病は回復するでしょう。私は看病に専念します。アイナ様は薬草を作り患者様にお与えください。どこが看病に専念してんだ。料理作ってるよ。あ、向かう？向かわねー。薬草私も持っとるよね。持っとる。これを渡せばいいかな。へいへい。患者様。めっちゃ乗る。薬草。お、ありがとな。一晩寝かせてくれ。これは薬草か？ありがとよ。少し楽になったぜ。今はゆっくり眠りて、あんたも一晩眠って明日また声をかけてくれ。お、一晩？あ、てか、待って。よいしょ。へい。クリアしてる。おう、アイナ様、患者様に薬草を与えくださったのですね。うん、あなたはずっとなんか料理をしているようだが。よかった。これで病状は落ち着くはずです。一晩眠れば回復することでしょう。それはそうと、アイナ様。まだ病との戦いは始まったばかりですが、実は私はこの先が少し不安なのです。あくまであの患者様は病状が軽かっただけ。これからも今回のようにうまくいくとは。いいえ、やはりこの話は後にしましょう。今はまず患者様の回復をお祈りしなければ。アイナ様、これからの治療でもそうですが、患者様に何か与えてもすぐに効果は出ません。おそらく効果が出るのは翌朝でしょう。アイナ様、体を休めてお待ちくださいね。クエストコンプリート、太い枝を10本。一晩眠ったら回復してるってことね。ってことは、じゃあちょっととりあえず寝ようか。とりあえず寝て。なんかすごいせっせと一生懸命作ってるよね。何作ってんの。看病のためのものなんだろうね、それは。お、おやすみ。そしておはよう。おし。はっ。うわ。やべえ、超走ってきた。早速元気になりすぎじゃないか。おーい。おー、すっかり良くなったぜ。助けてくれてありがとな。テンション高え。それにしても病気ってもんは治すことができるもんだったんだな。俺はてっきり一度病気になったら必ず死ぬもんだと思ってた。おお、もしかしてこの島の人だってみんなそんな感じ？実はもういつ死んでもおかしくないって諦めたんだ。へへへ、病気を治そうとする美人さんと、どことなく田舎臭い顔のビルダーか。なんだと？病気を治そうとする美人さんは昨日ずっと料理を作ってただけだけどな。気に入ったぜ。俺もお前らと一緒にここに住ませてもらう。これからよろしくな。っていうか、あなたの方がさ、あなたが一番すごく田舎臭い格好をしているんだよ。これ、治療してくれたせめてもの礼だ。取っておいてくれよな。命の木の実。おう、ありがとう。
ノリンの救助に成功した。じゃあとりあえず命の木の実食っとこうか。イエイ、最大 HP アップ。でまだなんか言いたげなことが。おい、何、拠点を狙うモンスター？眠っちゃったんだけど拠点を狙うモンスターどうなったかな。やっつけた誰か。へい、アミナ様、せっかくアイラン様にもお会いでき、私の夢だった病室までお作りいただいたのですから、私はこの地での患者様の治療をもっと本格的なものにしたいと考えています。この島の恐ろしい病に立ち向かうには病を治すための特別な薬が必要なはず。しかしお恥ずかしいことに、私は薬の作り方を何一つ知らないのです。そこでなのです、アユナ様、南の丘にいる元老和という薬師を連れてきてくれませんか。彼には薬の知識があります。彼の知識とアユナ様のものを作る力があれば、この地の病に効く特別な薬を作れるかもしれません。元老和、自分で呼びに行った方がいいんじゃないかですって。彼は気難しく強情な人なのですが、アイラ様ならなんとかなる気がするのです。性格をよく知っているんだね。それに私が行くと話がこじれて妙なことになりかねません。お願いします、コンパスで彼を探し説得してここに連れてきてください。コンパスに目的地が表示された。元老は、お、今度はそっちの方向。そっちは、ちょい待ってね。とりあえず出て向かおうかな。どっちの方向って？そっち。あ、そっち側なら陸伝いで行ける感じかな。じゃあちょっと向かおうか。行けるよね。ぐるっと回ったらいけるか。まあ、近道をするというのもいいのだけれど。怖い。こっちの方向で？あの小屋？そんな近くないか。お、作業台がある。ここは休憩所代わりに使うだけってことかな。え、こっち？合っとる？あ、合っとるね。てか作業台めっちゃあるね。ここにもあるし、こっちにもあるわ。あっちの方向、ん？山を登っていくってことかな。ね、山よね、これ。じゃあまあ、とりあえず、ここを登っていこうか。とりあえずちょっと用意しといて。用意はしとくけど、まあ、なるべく使わないように上がっていこう。この辺ね、結構なんか、厄介なモンスターが、ん？いない。お、よかった。なんか山の上の方ってさ、結構、お、下で楽に登れる。あ、待って、あっこに。おじいさん、これ？これかな？へい。ん？誰じゃお主は。見慣れぬ顔じゃが。もうどのくらいの人々を弔ったか。医学とはなんと魅力なものなのだ。やっぱり、合っとるよね。お墓これ。ん？いかにもわしが元老はじゃが、お主は一体何者じゃ？お、宝箱置いてある。なんと、お主があの伝説のビルダーとな。エルに言われてわしを連れに来たと。ならば帰ってくれぬか。今のわしは何もやる気がせぬでの。てか、エルさんのこと知っとんや。あと一人弔いたいのじゃが、もう死者を弔う木の墓すらない。わしのことはどうか放っておいてくれ。あと、1、2、3、4。あ、ほんとや、一個足りん。あっこに空いてるとこかな。木材で簡単に作られたお墓。お、これを作れと。なるほどね。なんかピキンって気づかれたわ。お、キメラの翼。ん？初めてキメラの翼を手に入れた。てか、この場所守られてるの？さすがだね、おじいさん。こんな場所にいるから狙わ、あ、作業台ある。待って、ここで作れるんじゃない？え、作れねえ。あ、ってことは、とりあえず、帰らなきゃいけないのか。じゃあ、一旦これで。あ、それ用にこれがあるってこと？キメラの翼を使って拠点に帰りますか。はい。
キメラの、キメラのじゃない。木の、お墓。よいしょ。まあ、お墓を作って、こっちの方が作れるもの多い。もしかしてさ、作業台、あっちの作業台こっちに比べたらちょっとなんかしょぼい感じやったし、それで作れるものが変わってくるってこと？マジか。んで何？どこ？木の、ん？なくないっすか？なくないっすか？どれ？あ、木の墓あるある、作れるわ。これを一個。木の墓一個作った。じゃあ次。あー、ルーラが欲しい。拠点に帰ってくることは簡単にできるんだけど、キメラの翼でね。向こう側に行くのはすごく遠いんだなー、また。こっちの方向で合っとったよね。うん、大丈夫、大丈夫。へい、簡単にたどり着いてしまったぜ。んで、成功になってない。そこに置けばいいんかな？ここ？は。うーむって言われた。どうすか？置いたよ。素材から墓を作るとは、お主は誠に伝説のビルダーなのだな。信じてなかったんやな。お主、エルにそそのかされたのじゃな。薬を作り、共にこの地の前を根絶しようと。よいか？そもそも死とは抗うべきものではない。自然の摂理として受け入れるべきものなのじゃ。でも医学が進化することによってちゃんとさ、寿命は伸びとんやけん。死を逃れようとするのは人間だけじゃ。おこがましくも愚かしいことだとは思わぬか。だからこそ人間らしい。そう思うすか。まあね。お主、間の抜けた顔の割に、随分それっぽいことを抜かすではないか。ていうかさ、みんなしてさ、顔のことをいじりまくるけどさ、失礼だとは思いやしないのかい。なんだなんだ。いいじゃろう。お主が作った集落に行ってみようではないか。エルとお主の覚悟のほど、このわしが見極めてやろうぞ。元老が仲間になった。お、ついてくる。ってことはこれで、キメラの翼、拠点に帰ります。さあ来い。お主の町に行こうって。あれやね、山の上の方には結構、緑が多いんだな。この島も。お、来た来た来た。なんだなんだ。へい、エルさん、エルさん。連れてきた。おお、なんということでしょう。元老様を連れてきてくださったのですね。元老様は病に対抗し、死から逃れようとすることに疑問を持っていたはず。もっともらしい理屈をこねたり、それっぽい哲学を語ったりはしませんでしたか？そうそう、さっきめっちゃ語られたわ。それは元老様の癖なのです。あまり気になさらないでくださいね。それがめんどくさくていかなかっただけだろう、君。元老様は、この世界で珍しい薬の知識を持つ、薬師と呼ばれる存在です。薬師でいいんかな。ただ、そんな彼も物を作る力はなく、実際に薬を作り出すことはできません。しかし、ビルダーであるあなたの力があれば、彼が持つ薬の知識を形にできると思うのです。アイナ様、これで準備ができました。みんなで協力し、この地の今へ戦っていきましょう。クエストコンプリート、白い花びら5つ。お、薬草がいっぱい作れるぞ。んで、元老は様。このような場所にこのようなものを作っておったとは。アイナとやら、お主は本当に分かっておるのか？病と戦うことは死ぬこと以上に辛く苦しいものだということを。まあね、だから安楽死というものが存在するのだ。いいじゃろう。わしもここに住み、病に対抗する薬を研究することにしよう。ビルダーであるお主が一緒なら、この地に蔓延する病も克服できるかもしれぬ。お主に調合壺を教えよう。これがあれば病を治す薬を作れるはずじゃ。おお、すごい。元老はの救助に成功した。あれは救助なのか？遭難してたの？調合壺、薬品を入れて混ぜ合わせるための壺。おお。お、今度は二人のクエストが。まあ、じゃあとりあえず今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。別に顔そんなに田舎臭かったりせんと思うんやけどな。どんなん？